皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。BTS のメンバーであるキム・テヒョン、V、は、再びその影響力を証明しました。彼は2024年10月現在、インフルエンサー分析サイト、ハイプオーディター、による世界で最も影響力のあるインフルエンサー1000人のランキングで6位にランクインしました。このランキングでは、 クリスティアーノ・ロナウド、テイラー・スウィフト、セレーナ・ゴメス、リオネル・メッシ、カイリー・ジェンナーと並ぶ世界的なアイコンたちと肩を並べています。また、テヒョンはイギリスで3位にランクインし、音楽カテゴリーでは世界で2位に位置しています。インスタグラムでは6590万人のフォロワーを持ち、その大半はアメリカからのフォロワーです。 彼のエンゲージメント率は16.81%と非常に高く、これが世界のセレブリティの中で最高の数値を誇ります。2024年、兵役中にもかかわらず、テヒョンの投稿は1100万以上のいいねを獲得しており、彼のファンとの強い絆を示しています。テヒョンは音楽活動を休止している間も、 2024年に Google で最も検索された男性ポップスターの4位、また最も視聴された男性ポップスターの7位にランクインしました。彼の名前は、マイケル・ジャクソンやエミネム・ジャスティン・ビーバーといった伝説的なアーティストと共に登場し続けています。V の成功は SNS での活動に限られていませんが彼の思慮深い行動がファンに深く共感されていることも事実です。また、 V のファッションにおける影響力も無視できません。彼が着用するブランドはすぐにトレンドとなり、そのユニークで多様なスタイルはファンやデザイナーに大きな影響を与えています。テヒョンは音楽だけでなく、ファッションやライフスタイル、さらには文化にまでその影響力を広げ、世界で最も影響力のある人物の一人としての地位を確立しています。彼のグローバルな影響力は、BTS ファン、 アーミーの強力なサポートに支えられています。アーミーは、テヒョンが行うすべての活動を熱心にサポートしており、その絶え間ないエンゲージメントが彼を高いランキングに押し上げる要因の一つとなっています。テヒョンは、音楽やファッション、さらには写真撮影など彼のクリエイティブな側面がファンを魅了し続けており、その才能が多方面で評価されています。 テヒョンの影響力は彼の魅力的な個性とファンとの真摯な交流に基づいています。彼のソフトな話し方や自然体の魅力は、スクリーン越しでも多くの人々に共感を与え彼を他のインフルエンサーと差別化する要因となっています。また彼のメッセージはポジティブで優しさに満ちており、その影響力を通じて、世界中のファンに前向きな影響を与え続けています。皆さん、 今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。